よー気ままにダラダラ、ショーチャンネル。行くぞ。ん？これなんか嫌な予感がする。まさか、まさかだ。そんなまさかだ。よいしょ。あー今シリーズもですかこれはあかん、これはあかんぞ。マジで引くかこれ。わかった、俺も俺やな。マジ、これ一回で終わらねえぞ、探索。マジかー。どうするよ。とりあえず、籠城場所作ったけど、これはちょっとキャパオーバーやで。だけど見過ごすこともできんだ。だってあれ美味しすぎるもん。渓谷やろ？で、マグマやろ？ダイヤモンドチャンスやん。これはやらねばなるまいか。あー、今日もすんげー音してんだけど。もう絶対これ暗闇ばっかなんだろうな。多分この穴は大当たりだわ。どうしよう。とりあえず装備やけどな、過去のトラウマがあるからな。翔太郎は一旦お休みかな。ここでちょっとさすがにマグマ渓谷に連れてくわけにはいかんかな。いやこれ絶対やばいもん。とりあえずこの中入れといて、まあ、装備は翔太郎の回収して OK でしょ。で食べ物もある、まあ、バケツぐらい持って一気に制圧してあればそれで OK で、なければ帰ろう。ああ、まあこの場所はもう分かったしな。はあ、だけどこんなとこ普通つながるかね。マジでこれ一切やらせなしやからな。ガチやからな。はあ、渓谷に愛される男はまだ継続。たまらん。はあ、じゃあ行ってくるで。あ、頑張ってくるわ。行くぞー。怖えマジで怖え。さっきの水潰さんかったらよかったな。うーわー頼むぞ、せめてダイヤあってくれよ。それがあればオッケーなんだ。よいしょ、よし、とりあえず無事には下に降りたぞ。そこ水あるからそっからもらおう。うん、よいしょ。うわ、マジでこの音が怖え。ちゃんとクリアしながらいかんとな。まだね、普通の兵士はいいんだよ。あのロケラン持ちがね、あいつがいたらマジで世界変わるからな。よし、オッケー。ちょっともらおう、もらおう。なんかスケさんが燃えてる。待って、スケさん。よし、オッケー。どうだ、とりあえず流しだからな。ないかな、ダイヤ。来いダイヤ、ダイヤチャンス俺に見せてくれ。1個ぐらいあってもおかしくないやろ。え、これで終わり？ないんか、お前ないのか。マジ
ジかー。そこは変に水流れてるけど、あ、ないなー。かー、こういう時に限ってないの。まあまだ他の道があるけど、脇道もワンチャンありそうな気がするんやけどね。マジで怖え、マジで怖えよ俺久しぶりや、警告でこんな緊張するの。頼むよ本当に。あと見るべきはそこか。金はあるね。あ、だけどもうここは終わりっぽいぞ。終わりか。あー、多分奥も続いてないっぽい。あ、だからそっから地上見えてる？え、地上見えてんのこれ。あ、違うか、バグか。あー、びっくりした。そりゃそうよね、そんな浅いとこじゃないもんね。よいしょ。あ、でもそこはタイマス置いてある。でもこっちは暗いんか。これほんまに大当たり引いた。あ、兵士がいる。オスオス。また君は、あこらしょうだろ。そういう挨拶教えてないでしょ。やめなさい。兵士マジでお声になるぞ。まだこっち相手してないからいいけど。何、向こうにいんの。出し場作ってあげるよ。行きなさいよ。行けねえのそれじゃ。で、こうしてあげるよ。おいたいた。何、何、行きなさいよ。はい、行きなさいよ。どこ向かって撃ってんだこれ迷子や、この人絶対迷子や。え、向こう？わかんねえや君。ほっとこう。よいしょ。こっちはダイヤ探してんだい。こっちは？うわあ、ここも深いなー。ちょっとマジで気をつけないと帰れないことにもなる。よいしょ。とりあえず車には降りてみる。ないかな。いやー、なさあったー歩いてみるもんやな。ありモンスター。よし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 、これで帰れる。帰れるぞ翔太郎。よしで、これでダイヤが3つあってくれればなおさらよし。どうやろ、1個だけ。マジ逆に珍しくないマジなの。うわー、1個しかねえ。マジかー、マジかー。これまた帰ったらダメかな。ダメか。いや、もうやめて、もう。はあ、まだ探索が続くか。どこや？え、わからん。ここら辺に大量発生してるはずなんやけど。こっち？いや違う、貫通した。え？だってこの隣渓谷やから下はないと思うんやけど。一応掘ってみるか。怖えな、まさもり。いや違う、声が遠くなった。あー、ここら辺で兵士の音もめっちゃするし。上か。え、
違うかな。ちょっと音ってみよう。ほいほいほい。いよいよ開かなくなってきた。なんや？だって警告でこんな声するわけないもんな。で今なんでか兵士の銃声はやんどるけど、絶対空洞はあるはず。どこ？あ？嘘やん。マジ？ダイヤの代わりにこれってか。マジで？うわ、お久しぶりスポーンさん。ちょっと待って、これ絶対下から行ったらやばくなる。うわ、声ちけえよマジで。どうしよう。とりあえず、空洞はないのかここらへん。どうなってんの。確かこっち側は渓谷側でしょ。回れるかな。てか回らないと制圧できねえよこれ。一応これで回れた。よいしょ。ああここがちょうどになってんのね。なるほど、待ってくれ。よいしょよいしょ。久しぶりに剣戦ったわ。ああ溜まってるしかもちょうど出れなくなってんだ。だからか。あ、で兵士が生まれた時に、なるほどね、このゾンビに向かってめっちゃ撃ってたんだ。はあ、なるほど。ちょっと一掃しようぜこいつら。やっと見つけたわー。おらー、あっやろ、嘘やろ。こいつらにやられることがあっても俺が動画ファンの皆様本当にごめんなさい。この野郎うちの翔太郎はこの野郎もとうねえよ。やっちゃったなんか悲しい。せっかく見つけたけどなんか悲しい。まあスポーンエッグで蘇るんですけど、いやなんかそれにしてもせっせっかく嬉しいことやのになんか悲しい。あーごめん。あーまあだけどスポーン発見したし、まあよしとしたらいかんけど、まあいい方向には考えていこう。じゃあじゃあとりあえず中身の方を見ていきますか。当たりといえば何やろ。やっぱ名札かな。あ、レコードもか。さあ、来い。お、レコードだけど、これはあんまりいいレコードではないな。まあ、馬鎧があるから、まあまあまあ、いいか。こっちは？お、名札ある。オッケーオッケー。で、かぼちゃの種と、ビドルと。ああ、まあまあ、いい中身じゃない。うん。ああ、なんかちょっと心軽くなった。まだ。まあ、これで今回の収穫はまあ十分やろ。まあ、ダイヤは3つ集まらんかったけど、まあまあ、鉄も手に入ったし。うん。
だからこれで一回地上戻るか。翔太郎を蘇らそう。ああ、井戸一番でそれしよう。帰るぞー。